S 級潜水艦は1920年代以末に開発されたイギリス海軍の小海潜水艦であるスタージョン級と呼ばれることもある。第二次世界大戦前から大戦中を通じて総計62隻が建造されイギリス海軍の同一の艦級としては最も多く建造された潜水艦となった。S 級は1930年代前半の イギリス海軍潜水艦部隊の近代化を目的とし、第一次世界大戦で使用された H 級の後継機種として開発された。S 級はイギリス本国から距離の近い北海や地中海での紹介任務を目的とした小型の潜水艦として設計されている。1929年に最初の2隻が発注され、第二次世界大戦開戦前までに2隻が 製造された。その後大戦中に50隻が建造され、総計62隻が収益した。これらの S 級潜水艦のうち、1943年に1隻がオランダ海軍に、1944年に1隻がソ連海軍に供与されたほか、第二次世界大戦後の1948年には3隻が、ポルトガル海軍に、1952年には4隻が、フランス海軍に、 そして1958年から59年にかけては2隻がイスラエル海軍に売却された。これらの S 級潜水艦は後期に製造された艦は多くが1960年代頃までイギリス海軍及び供給先の各国海軍で運用された。最も退役が遅かったのはイスラエル海軍に他人として導入されたスプリンガーで1972年まで。 運用されていた。1929年から1930年にかけて発注された最初の4隻が第一グループに分類される。このグループは以降の艦に比べ船体がやや小型で、速力も低く、搭載された武装も少ない。一方、少ない乗員数で運用可能であるという長所もある。またこれらの艦は以降の方に比べ航続距離も短いことから、 第二次世界大戦では、イギリス本国に近い英仏海峡周辺や、スカンジナビア半島周辺で運用された。4隻のうち、第二次世界大戦を生き延びたのは、オランダ海軍に供与され、全本土に解明された、スタージョンのみである。1931年から1935年に、かけて発注され、第二次世界大戦前までに収益した8隻が、第二グループに分類される。 これらの艦は、第1グループに比べ大型化しており、乗員数は増えているが、搭載武装は同じである。第1グループと同様、イギリス本国の近海で運用された。第2グループに属するサンフィッシュは1944年にソ連海軍に供与され、V-1 と呼称された。第2グループのうち、第2次世界大戦を生き延びたのは、C ーラヨンと、 シー・ウルフの2隻のみである。第二次世界大戦勃発後に発注され、大戦中を通じて量産された50隻が第3グループに分類される。発注は1939年から1943年にかけて行われ、1942年から1945年に順次収益した。 最も完成の遅かったセンチネルは第二次世界大戦の終結した後の1945年12月に収益した。第三グループの艦はそれまでの S 級に比べてより大型化、重武装化しており乗員数もさらに増えている。またこれまでの S 級に比べ水上での速力は1ノット速くなり逆に水中での速度は2ノット低下した。 従来型に比べ燃料搭載量航続距離も伸びたことから地中海や太平洋戦域での作戦にも投入された。また、第3グループの間には3桁のペナントナンバーが付けられるようになった。これらの第3グループはさらに2つのグループ前期型と後期型に分類できる。前期型は基準排水量842トンで艦視に、 外装式魚雷発射管を装備しているタイプで、1939年に発注された5隻、1940年に発注された20隻の、うち実際に建造された13隻、1941年に発注された15隻のうちスコッツマン、C デビルを除く13隻、そして1942年に発注された13隻の、うちのスターディ、スティジアンの2隻の、 三3 3隻が前期型に分類される。後期型は、基準排水量814トンで艦首に、外装式魚雷発射管を装備しておらず、船体が全溶接に変更され、先行深度が前期型の300フィートから350フィートに改良されている。前期型に分類されない17隻、つまり1941年発注のスコッツマン。 シーデビルの2隻、1942年発注の13隻の内スターディとスティジアンを除く11隻、そして1943年に発注された8隻の内実際に建造された4隻が後期型に分類される。第三グループの間は9隻が第二次世界大戦中に失われ、さらに2隻は攻撃を受け大破し、自力で帰還したが復旧不能として、 除籍解体された。第二次世界大戦を生き延びた艦は、イギリス海軍で40年代後半から60年代中頃まで運用され、また1948年には3隻が、ポルトガル海軍に、1952年には4隻が、フランス海軍に、そして1958年から59年にかけては2隻が、イスラエル海軍に売却され運用された。イスラエル海軍に、 他人として導入された。スプリンガーは1972年まで運用が続けられた。ウィキメディアコモンズには SQ 潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。